嵐の松本潤四十、が主演を務める NHK 大河ドラマ、ドーる家康、日曜八8.00は19日、第44話が放送された。話題、シーンを振り返る。第44話は、徳川幕府誕生。徳川康松本潤は、大阪城に戻り、関ヶ原の戦勝報告、北川稽子から豊富秀頼と、孫娘、 千姫の婚姻、強いられ、不満があらわになる。時は、流れ、慶長八、1603年、聖遺大将軍となり、江戸に幕府を開いた家。ウィリアム・アダムス、村雨達号らと国づく、に励む。一方、王の春長、修理、玉山哲次が、茶々のか、戻り、反撃の機会を伺い、という展開。茶々は、一気に、 家康殿は、そなたの新たなる父と心得ないませ。しかし、家康がその場を後にすると、愛に顔を近づけ、分かっておるな。あの狸、決して、自流でないぞと圧をかけた。関ヶ原地さんなど、康氏は徳川秀忠、森崎ウィンを叱責。しかし、帝王を指南し、一年のうちに、誠意大将軍を引き継ぐ、伝えた。家康は、秀頼の成長。 紀伊、久戸山にちしている、真田信のブシゲ、ヒュウが渡るら浪人、浪人を警戒。原康政、小平太、杉野春香と、本田忠勝、平八郎、山、勇気を頼りにしていたが、康政は、慶長十一年、千六百六年、ただしは、慶長十五年、千六百十年、家康より早く天に召された。十九歳に、田、秀より、佐久間達とは、 さあ、縁の時じゃ。家康は、がみちたと立ち上がる。豊臣に、そして、家康の中に、ついに完成した、肖像画の忠勝かつが睨みをかせている。SNS 上には、今週も、徳川憎しの英才教がすぎる、子供にする顔じゃないよ、実前、こうイコール、いこも認める怖さなどの声が、相次いだ。次回、第45話、二人のプリンス。 11月26日が放送される。徳川 VS 真の最終決戦、大阪の陣、慶長19年、1614年慶長20年、1615年がつく。